はい、こんにちは、沢瀬光です。今回は意外と重要だった緑のセリフっていうお話なんですけれども、まあ、どこの部分かというと、まあ、セリフだけ言うと変よこれ絶対変っていうシーン覚えてらっしゃいます？あの緑、ピンク色のタラコ唇が素敵なお嬢さんですけれどもね、まあ、ニアサーで自分の家族を失ってしまってやたらシンジに対してこう敵意をむき出しな、緑ですけれども、あの黒いリリス、まあ、エヴァンゲリオンイマジナリーが登場してきて、まあ、そこにね槍が刺さってアディショナルインパクトが始まってでっかい綾波レイがこう出てくるんですよね。そこで変よこれ絶対変って緑が言うんです。で最初初めて見た時にこのセリフ必要かって思ったんですよね。ただこう意外と僕あのセリフがあるのとないのじゃ全然違うと思ったんですよ。まあ、なぜかというと、まあ、巨大綾波が登場する時点で確かに絶対変なんですけども、さらにその変よこれ絶対変って言った後にあの首なしのエヴァが、首なしマネキンに変化したりですとか、急激にもう強烈なめちゃくちゃなシーンですよね。もう庵野監督特有の出たこの演出みたいのが、まあ、そこから始まるんです。まあ、旧エヴァンゲリオン見てた人だと、おー来た来た来たっていう、まあ、感じはあると思うんですよね。まあ、急激にもね、まあ、後半もうめちゃくちゃなシーンいっぱいありましたけれども、ただこの変よこれ絶対変っていうセリフがもしなくて、あのエヴァンゲリオンイマジナリーからの巨大綾波からの、首なしエヴァが歩いてるマネキン歩いてるシーンがもしなされていたら、多分ですね変な目で僕見てたんじゃないかなと思うんですよ。いや、はっきり言ってめちゃくちゃ変なシーンです。それまでの新エヴァの映像からいきなりわけわかんないものが展開されるんですけれども、でもあの緑が変よこれ絶対変って逆に言ってくれたことで、意外とすんなりあのセリフがあったからこそのが見れた気がするんですよね。逆に言うとそういう気持ちにさせてあの映像を見させられることがすごく、制作者さんたちは重要だったんじゃないかなと思うんですよね。いよいよ始まるアディショナルインパクトとはこういうことなんだよっていうのを、変だよって言われた状態なので、いきなりそういったものを見せられるんじゃなくて、そういった変だよって言われてからあれを見ることによって逆にすんなり受け取れた気がするんですよね。まあ、緑とか桜とかあの辺の人たちっていうのはもう本当に我々に近い一般人代表みたいな感じで新エヴァの中の登場人物していると思うんです。もうねシンジとかアスカとかマリとか、もうああいうエヴァの乗り組みはもちろんですし、昔から登場しているスーパーマンであるところの、ミサトとかリツコとか、まあスーパー整備士であるマヤとかね、ああいった人たちがそんなこと言ってもやっぱり通じなくて、そこでやっぱり一般人代表であるさくらのあの怒りであるとか、緑の変よこれ絶対みたいな、ああいった視点が加わることによって、まあ、新エヴァンゲリオンという作品、まあ、エヴァンゲリオンという作品ですかね、を、なんか単なるオタク作品みたいなものじゃなく、ちゃんとこう見せれる、アート作品として、なんかこう昇華させることができたんじゃないかなと思うんですよね。そこはやっぱり急激の頃と全く違う部分で、やはりこの作品を多くの人、エヴァンゲリオンとはもはや巨大なエンターテインメント作品、大衆作品でありますから、まあ、そういったものを、より多くの人に届けるんだっていう、気持ちが込められていた変よこれ絶対変だったなっていうふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。お相手はサバセヒカルでございました。次の動画もサービス